こんにちは。今回紹介する美少女はデイヤエリカさんです。この動画ではデイヤエリカさんの水着画像、水着おっぱい画像なんかのエッな写真を紹介しています。身長159センチ、スリーサイズ85378センチ、推定 CD カットのスレンダービゴテです。フィリピン人とのハーフ美女で楽天ポイントカードの CM、 日立世界不思議発見で可愛いと気になったことがある人も多いのではないでしょうか。2018年9月に惜しまれつつ解散したデイビーレズジャパンのリーダーを務め出たデイヤエリカがソロとなって初の水着グラビアを披露してくれました。ほぼ女神と称されるのも納得です。レンダーボディに美人に美乳がたまりませんね。これはたまらんレベルのものを集めたので、どうぞ最後までお楽しみください。最近では精力的にグラビアにも進出をし、メディア各所から注目をされているデイヤエリカさんのレッな写真を、スリーサイズやカットサイズなどトヨウイル情報と一緒にお届けします。いいなと思ったデイヤエリカさんの写真があったら高評価ボタンや、この写真がいいなどの熱い思いをコメントに出してみてください。スタイルもプロポーションも抜群、おまけに可愛いの何の。最近ではあまりグラビアに出てきてくれないので少し昔の画像になってしまいますが、激かわな水着姿で楽しんじゃいましょう。最近ではテレビ CM でも顔を見かけるデイヤエリカさん、1995年11月2日生まれで千葉県の出身、日本人とフィリピン人のハーフさんってことも知られた話。中学校3年生のコロスカウトをきっかけに芸能界へ、その2年後現在所属の芸能事務所レトロエンターテインメントにジョジョが指南しという形で本格的に活動を開始しています。2012年からウィリーレイズジャパンに加入をし、アイドル活動を開始。2018年解散まで6年ほどウィリーレイズジャパンに在籍をしていました。ウィリーレイズジャパンに在籍中もテレビドラマやテレビ CM にたびたび抜擢されていたみたいですが、本格的な活動は解散後のようです。解散後、バラエティ番組への体育会テレビ、しくじり先生、俺みたいになるなや様々な CM などにも出演をし、かなり注目を浴びていることは間違いないと思います。2022年7月にデトロエンタテインメントとのマネジメント契約満了を発表し、仕事はフリーで継続しているようなので今後の活躍にも期待期待ですね。激かわデイヤエリカさんのエッな写真でも見ていきましょう。アンスで鍛え上げられた筋肉質な感じの腹筋にビジュリで出てか、ウエストも引き締まってて相当なスタイル抜群ちゃんです。顔も愛らしくてキュートでため息ばかり出るグラビアでした。2019年7月1日発売の週刊プレボーイ28号の表紙を飾り、大人のテンチャス女、魅力的すぎるマーメイドボディの水着グラビアを披露してくれました。美乳の胸チェアが今もっこりケツのファミシリしているショットも最高にエッチです。レンチャエジオン愛称で親しまれているようで、その透明感じゃスレンダーにデンチャスマイルも健在です。透き通る色白ビアダが最高ですし、どんどんこれからグラビア予算しておかずを提供してほしいですね。グラビアは大好評のようで、2019年10月2日に初の水着写真集ソロを発売。水着姿はもちろんで初の下着姿も披露しているということで、どんなエッチな姿があるのかは買った人にしかわからない楽しみです。 SNS でもかなりセクシーなオフショットや血が取りがあり、そちらでも抜けること間違いなしです。日立世界不思議発見のミステリーハンターとしても水着姿を初披露したいと、地上波でもレッチな姿を披露してくれましたし、今後のリトリーも期待です。ではデイヤエリカさんのエッな写真たちをナレーションなしで見ていきましょう。Thank you.
いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。またお会いしましょう。